ームまさがみちゃんですので、今回の、商品はエンジョイアウトドア第36号というね、ペーパー類を便利にかっこよく収納ペーパーホルダーの、設置アイデアみたいな、今後のアイテムはこちらの方になっております。100円ショップで売ってるような感じがしますけど、で裏はこんな感じですね。はいですね、10月号はですね、10月4日発売の分はこのアルコールストーブ用のごとくね、そしてですね、マグカップ、なんかこれ100円ショップによく売ってるようなもんでございますけど、これをなんと私はいくらで買わされるんだ、2199円で買わされちまうという感じでございます。いやいやいや、やってくれるね。もうなんか今回も負け確定みたいなね。いやね、確かにね、これ便利ですよ。これめっちゃ便利ね。これほんと便利ですけどね。はいね、これね、キャンプコモで快適化、ペーパーホルダーとかね、芯を抜いてこっから行くというかで、本体とベルト、使わないときはコンパクトに収入、ぺちゃんこになるということで、入れよ入れよペーパーホルダー入れはい、幕かけて、これ、2199円はないわ、ハシェットジャパンさん。もうこれ買うのやめて、キャプテンハーロック買ったろうか。そんな勢いですけど。そんな勢いになっておりますけどね。いやー、マジかー。開けます。開けます。はい、こんな感じで。出た。ボヨヨン。結構まあ、100円ショップで買ってるやつよりも、結構ね、いい感じ、非常に強いですね。ということでございまして、これがですね、直径がまずですね、測りたいと思います。直径が、約ね、12センチかな。高さが、だいたい11センチね。ここにフックはこうやってついておりましてね、穴が開いているということで、この中にですね、トイレットペーパーを入れるやつっていうのがね、あると思います。はい。で、ここに、はい、持ってきましたトイレットペーパーでございます。この芯をまず抜きます。この芯をね、抜きますね。芯が抜けない。芯が抜けない。芯が抜けない。これ。外からじゃなくて中ね。もうハサミで切ります。強行突破作戦。これ芯を抜くために何枚かティッシュがロスになるのが嫌やね。せこい話。はい、抜けました。はい。で、これをですね、この状態を、ここからこう出して、これを、入れていきます。これを、あれ？いや、こんな入りにくいもんなん。ちょっとちっさいんちゃうか？ハシェットジャパンさん。ちっちゃいんちゃうか？俺が不器用なだけか？周りのティッシュが崩れていく。はい、なんとか収まりましたけど、完全にクシュッとなりました。で、これを蓋をする。で、この状態で、何かにね、こういうフックなんかで引っ掛けて、こうやって使っていきます。こうやって。こうやって使っていくってやつですね。結構綺麗に取れますね。
綺麗にシュッシュッシュッと取れます。でこれで一つのこれ完成ですね。はい、ということでございますけど、いかがだったでしょうか。でこの状態でもう一回測ってみたいと思いますね。この状態でね、この状態で、高さが13センチ、そして直径が、12センチ、ね、ここのベルトのところにちょっと引っ掛けたら、あのね、あの、ほら、どっか旅行行って、あ、トイレットペーパーがないって言っても、ここから、シューシューって出ます。そういうアイテムです。いやー、これは便利なアイテムですね。はい。どうでしょうか。ハッシェットジャパンさんね。また今後もやってくれましたけど。よーでるよーでるよーでるよーよーでる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 よほほー。いやー、やってくれたね。今月もやってくれました、ハシェットジャパンさん。もう僕は買う気力がもうなくなってきました。もうここらで良いでしょうか。もうここらで良いでしょうか。もう36号も買ったんです、私は。あとこういう状態で64回負け続けるのは辛いです。もうここら辺で、もう引いときませんか。私はね、月に2回これね、ほら、エンジョイアウトドアのコーナーとして、まあ、ネタにはなりますよ。ネタにはね。ネタにはなりますけど、ね。ネタにはなるからいいんですけど、ほんとね、これでいいんでしょうか。こんなことで。違うのにしなよ。言うてこれネタやから。で、これめっちゃね、このコーナーをね、楽しみにしてる人がいるのよ。もうほんな、なんていうのかな、この勝ち負けを見る、まあ、今月も負けましたみたいなね。それぐらいのね、勢いで、皆さんね、見守ってくれてるわけですよ。で、またこれね、順番に、ファイリングしてるわけですよ、私は。もうファイルを買った以上ね、全巻が入る、ファイルを、もうこのコーナー楽しみしてるとかいるの。だからこのコーナーを一人でも楽しみにしてくれてる人、そしてアウトドアを、エンジョイアウトドアを買い続けて諦めた人のために、私はこれを買い続けて配信していきたいと思います。だって、普通に、金銭的に考えたら、普通にね、あれですもん。おっと、やばい書類、やばい書類、見えたらいけない書類。普通にね、100円ショップで売ってるようなね、仕事を頑張ってください。商品をばっかりこうやって並べられてね、どこの誰が嬉しいんですか。っていう話ですよ。ね。私みたいにこのファイルをね、ファイルをですよ、もうすでにね。もう3冊買って、もう私は揃えるぞと。ここに全部ファイリングしていくぞという、この覚悟まで決めてるわけですよ。この固い意志ね。分かってほしいね。固い絆に思いを寄せて、語り尽くせぬ青春の日々。時には傷つき、時には喜び、肩を叩き合ったあの日、乾杯、今木は人生の大きな舞台に立ち、遥か長い道のよ歩き始めた君に、幸せあれ。そんな感じです。
はい、こんな感じですね。はい。そして次は、こんな感じでね、やってまいりました。ということで、いかがだったでしょうか。いかがだったでしょうか。もうファイルに入れるとこまで動画を撮ってるという感じでございますけどね。まあ、またね、来週またね、エンジョイアウトドア、36号ね、これにめげずで、37号か、勝ってですね、また、勝ったか負けたかもすでに負け確定なんですけどもね、こんな感じでございますね。はい、ということで、ありがとうございました。それでは皆さんね、皆さんもね、よろしければね、ハシェットジャパンさん、まだまだ売ってます。はい。ね、買ってみませんか ?2199 円、その価値が、ここにあると思ってます。いいでしょう?これ結構ね、でも100円ショップのやつよりも生地がいいし、ちゃんとここら辺のね、ほら。ここら辺ちゃんといい感じで茶色くなってますよ。それでは皆さんごきげんよう。またこのコーナーでお会いしましょう。まさか見る予報でした。